マドリディスタ、ああ早くシティボコリテ、そんな余裕で勝てるのか。早くシティをフルボッコしたい、ワクワク。早く CL でシティボコして、シティズンの真っ赤な顔見てえな、不正オイル野郎で優勝するのはやっぱ許せないよな。レアル、リーグだとこんな弱いのに CL だと本当に別チームなん、シティにも余裕で勝てるのとてもそうは思えんが。レアル今季はラリーがかなり不調だな、ちょいちょい雑魚に大量失点でやらかしてる。リーグゴミなのに CL 強いチーム代表がレアル、昔からだよな。シティには勝てないよ不正レアルは。レアルって結局ベンゼマとモドリッチ2人頼みのチームだったんだな。 CL 出られないよなら2戦ともシティの解消かな。あとはミラノの雑魚だから余裕で優勝だ。レアルの調子ガチャ次第だな。ビニシウス、ベンゼマ、クルトワが微妙な日なら大差つくだろうし、乗られたらどうしようもない。また今年もベンゼマに泣かされるのかな我々。よかったらチャンネル登録お願いします。